新国立競技場の建設が白紙見直しとなった問題です。デザインを決定した会合の議事録が公開されました。新国立競技場についてザハ・ハディド氏の案を採用することを決めた2012年11月の有識者会合、デザインの審査をした建築家の安藤忠雄氏はザハ氏の案を大変魅力的だとする一方で、辞典となったオーストラリアの建築グループの案を具体性ではこちらの方が高いと評価していました。この説明に対し出席者からザハ案を評価する意見が相次ぎましたが、森元総理大臣は正直言うと神宮のところに宇宙から何かが降りてきたという感じなのです。神宮の森にカキフライのフライのないカキか生ガキがいるっていう感じがして、極めて庶民的な感覚でこれ合うかなっていう感じをちょっと持ちました。こっちは宇宙から来た何かで、こっちはカキフライのフライになる前の感じで、このあたりがちょっと違和感を正直に言えと言えばそうなりますと発言していました。これらのやり取りはこれまで黒塗りや削除されて公表されていませんでした。